はい、どうもグリルスージス。今回はラストアライフイズストレンジビフォーザストームプレイしていきたいと思います。それではスージ君行きましょう。前学校に到着しましたね。あれあれあれ、なんかあるで、何やったっけ、何をしなあかんのやったっけ。遅刻したらまたママがデイビッドをけしかけてくる。科学の授業を受ける。友達誰やこれ。あ、ノアちゃん、こんにちは、こんばんは。ラストバスしないですか。ちょっと今日はね、ラストバスしないかな。このゲームをやります、今日は。じゃ、科学の授業を受けに行きますか。サマンサ。お疲れサマンサやん、こいつ。話す。あ、クロエ。よう、サマンサ。何読んでんの。バージニアウルフなんか怖くない。去年、ホイダ先生の授業で読んだな。え、課題なんかやるんだ。いつもはやんないけど、面白かったから。どこら辺が。え、笑える話だ。笑える話だ。題名は狼なんか怖くないをもじってるし。それが笑える。あ、自分が狼なら。それって冗談。ごめんね、すげえドン引きされてる。私も性格悪いからお愛子だ。みんなそう言うけど私は違うと思う。ごめん、誰もそんなこと言ってない。なんかすげえ怖いやな。そういう意味じゃなくて。たく、え、たくやって、あ、なんかすげえアニメ声やな。お疲れ様んさ。ちょっと待ってね、これ視野角広げられへんのか。うーん、すげえ近いねんな、視点が。無理やな。どういうゲーム。選択系のゲームですね、これは。アドベンチャーゲームっていうか、ブラックウェルアカデミー。いた。何すんだよ。なお前、何持ってんだ。スイッチ。その名前で俺を呼ぶな。ドリューノース、ザ・ノーキン。姉さんプレスコットは目をつけられたんだな。あ、姉さんやん、こいつ。おいおい、マジでキモいな、プレスコット。勝手に見るな。返せ。お前がチームに入るなんて、負け犬のくせに。返してあげて。負け犬同士。喧嘩すんなよ。仲良く負け犬してな。喋れたのか。なやお前。やばい、やめて。おっと、チームの面汚しがよ。親は一体いくらコーチに払ったんだ。ゴリラやなこいつ。学費を払えるようになってから言えよ。家が貧乏だと苦労するな。ああ、バカだな。殴られんぞ姉さん。てめえの親父が造船所を潰したせいで親父は職を失ったんだ。どの口が言いやがる。やめてあげてよ。え、来た、サマンサ。そうだ、いいこと思いついたぞ、プレスコット。声高すぎやろ。部活とこんな趣味は両立できねえだろう。うわっ、お前、このクソ野郎が。上等だ、ぶっ殺してやるよ。二人とも、ねえ、これ…クロエ、どうにかして。ぼーっとしてないで。やばいって声が。え、空間に入るよ。止めるよ。こういうやつに遠慮は無用だ。徹底的に潰さないと。やめろよ、クズ。今俺に何て言った。クズ野郎。クズゴリラが。クズ。おいおい、クズって言葉も知らねえの。大丈夫か。いや、お、ダメージ効いてる。おい、まさかネイサン・プレスコットをかばうのか。プレスコットに同情させるとは。この街で一番甘やかされてるプレスコット家のガキに同情させたんだ。今のあんたはそんくらいクズってこと。バカじゃねえのか。首を突っ込むんじゃねえ。バカは、バカはお前。バカはお前だろ。よく留年しなかったな。やばい、殴られそう。俺とやり合うつもりか。買ってこいや。もうラストバースの世界連れて行ったろか。もうやり合ってる。つもりも何も、もうやり合ってんだろ。お前、笑いやがったな。なんで笑ってんの。そうよ、クロエに乾杯じゃない。黙ってろ、クソガキ。そっちが黙りなよ。
いいぞサマンサ。いいぞサマンサ。アニメ声。運が良かったな、プレスコット。女子二人に助けてもらって。変態写真を持ってけ。何やそれ。何だ変態写真って。余計なことすんな。ほっとけ。何やお前。だよ。守っとったのに。ありがとう。みんなプレスコットだからって彼は。お、警備員や。何？大丈夫か？ああ、問題ない。なんなんその目つき。俺何も悪いことしてないの。早く授業行こうや、もう。ママ。ん？話せてよかった。え、覚悟、怖っ。え？話してよかった。私もだよ。あんたが頑張ってることは分かってる。大好きよ。ははママチュキ。ママチュキ。ママチュキです。僕もチュキです。見る。エヴァンの作品は悪くない。何の危険度これ。ハイには言わないけど。ハイにもいろいろあるからな。あ、ドラッグの危険度かな。ちょっと、なんて書いてた？山火事の危険度。全然違うかった。じゃあ授業受けに行きますか。このまま外にいれば学校が未来の人材に乗っ取られるかもしれない。あ、入れる。おい、誰？あ、よかった、来たんだ。こいつ誰？なんかすげえ服装してるけど。マックスおらんよ。これね、マックスが来る前の話。黒い可愛いな。もう持ちるやん。祈りの時その名を言えるようお名を知らせてください。ミランダ、父様の言いつけを破ってしまったわ。いいぞミランダ、なんと尊い。これまで大勢のご婦人を目にしたし、その美しい言葉に、その美しい言葉の音楽に。全然セリフ分かってないよ。その美しい。ヘイデン、勘弁してくれ。まだ覚えていないのか。すみません。僕に謝るな。謝るなら君に付き合ってくれてる相手役と他の演者たち、さらに自分自身に。キートン先生、あの母に衣装を直してもらったんですけど、どうでしょう。え、いいんかこれ。レイチェル、決まってる。あ、レイチェルかこれ。昨日くらい現実離れしてきた。へえ、なかなかいいじゃん、レイチェル。イケてるね。相変わらず素晴らしいよ。ヒートン先生、まだ腑に落ちないんです。この方よりも立派な人を欲しいとは思いませんって。彼女は本気ですか。他の女を抱きまくってるって言ったのに。え、そうだよね。もう何度も議論したけど、新鮮な視点が必要ね。え、俺？要はミランダのファーディナンドへの気持ちは恋への恋なのか、本当に一目惚れしたのかってこと。ほう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 。どう思う？難しいね。え、真実の愛って言っとく？ミランダはバカ。あ、恋に落ちるなんてバカらしい。ごめん。12歳のガキかよ。彼女は15歳くらいだ。つまりバカ、もといウブであることはいい指摘だな。怒られちゃった。先生、ありがとうございました。また後で。ああ、これから1年の即興劇の授業か。レイチェル、かわいい。黒い、肌白いな。メイクね、自分でやったの？はい。冗談よ。あいつ最低だったね。大したことないよ。昨日ね、殴られたからね。ちょっと待ってて。私は何をしてるんだ。ねえ、ベルト取ってくれない？バッグに入ってるから。オッケー。ああ、うん、いいよ。クロエがタジタジしてる。なんかベルトを取る。余計なことを言って恥をかかない。それくらい私でもできるだろう。ち
ょっとパソコン使っとくか。こいつら自意識過剰すぎ。長っ。ポスター。結局何が言いたいんだ。ちょっとこれ、いろいろと思うところはある。悪い方が圧倒的に多いけど、皆さんよかったらこれ気になる人は自意識過剰すぎ YouTube の方で一時停止しながら見てください。これ一個ずつ見ていくから。はい、なんかあれやね、一人ずつのインタビューが書かれてるね、これ。はい、じゃあベルト取っていきますか。ベルトどこや、これか。ゴリラスタジオチュキ、ありがとう。悪い先生、名前ジェファソン。幸せそう。レイチェルとお父さんか。ゴリラスタジオチキ、ありがとうね。レイチェルのベルトだ。さあレイチェルに私に行くか。レイチェルちゃん、レイチェルどこ、着替えてんのかな。レイチェル、あのレイチェル、ベルトってこれ？そうありがとう。直接渡す、向こうに投げ、渡すよ、見たいもん。覗こ覗こ。ブラ、衣装素敵だった。衣装素敵だったよ。ありがとう。それで楽屋に飾る花束持ってきた？花束？いや、ベルトだけ。ベルトでどうかな。いいよ。なんかレイチェルエロ？すごい。あー、じゃあごゆっくり。クロエなんかレイチェルのこと好きなんか？普通に恋愛対象で。マジでチュキだよ、付き合いましょう。クロエプライス。レイチェルアンバー。昨日は楽しかったね。ファイアウォークが良かった。ファイアウォークが良かった。初めてファイアウォーク見たけど最高だったよ。また行こうね。行く。正直昨日の夜が終わらなければいいのにって思ったの。そもそも終わりって何？必然なの？全なんて書いてんこれ、ちょっとこれ分からへん。全問答か何か。ねえ、これからさ遠足に出かけない？めっちゃスルーされた。いいよ。いいよ、サボるのは得意。そう来なくちゃ。さてその目だけど、さすがに目立つね。メイクで隠してあげよっか。隠して。お願い。傷、みんなに聞かれてうざいし。メイク。じゃあ早く行こっか。気づき言うと。ネタバレ禁止。ネタバレしちゃダメよ、コメントで。やめなさい、ネタバレしようとしてる人。やめなさい。ただのゴリラやん、ネタバレしようとしてる人。やめなさい。あのさ、バスとかじゃダメなのか？ダメ、サボりにもやり方があるの。何すんの？ほら、何してんだ私。飛び移るん？いや、危ねえ。
これどこ行き？北かな？シアトルまで行けるかも。レイチェル結構やんちゃやな。クロエよりやんちゃやん。座ったら景色が綺麗だよ。綺麗。あ、エリオットから。どうして科学の授業に出なかったの？何かあったのか？あった。ドリューと何があったんだ？みんなが君はすごいとか言ってるけど。あ、ゴリラか、ドリューって。わかった。このエリオットすげえなんかしつこいぞ、こいつ。座れって言っても木箱しかないか。先客がいたらしい。 このシンボルどういう意味だ？姉さんの親父冷酷だな。うわ、まあ納得だけど。契約解除やって、かわいそう。ちょ、レイチェル喋る？あ、箱ってここに座るんか。レイチェル見る。サボりはいつもだけど今日はレイチェルがいる。これはいかにも中に死体が詰まってそうだな。ガチ？ライフイズストレンジ1結構そういう話やからな。死体詰まってるとかじゃないけど。お、落ちるよ。思ったより重い。何が入ったん？座るか。レイチェル・アンバーと列車に二人きり。変なこと言わないようにしないと。レイチェルは人気者やからな、学校で。ビビってる。緊張してんのか。マックスがいたらなんて言うかな。マックス。話しかけた方がいいのか。どうなんだろう。え、いい天気。いいレイチェルだな。どういうこと？どういうこと？その天気だよ。いい天気だな。どんな間違いしてんねん。そうだね。いや、これは緊張するよ、このタイプの女性。なんか二人でいるの変な感じね。レイチェル魅力的すぎやろ。私が誰ともつるまず友達いないから。いるでしょ。前はね、一人だけ、マックスって子で、もっといい場所に行っちゃった。マックス残念ね。礼を言う。ところでさ、ありがとう。学校サボれたから？ちげえよ、昨日の夜。あんたがいなきゃこの町はクズだらけね。借りができたな。だから一緒に来たの？サボるのに理由なんかいらないよ。この状況不思議でしょ。いい女やな。いや、まあね。誰かといたくて。それだけ？うん。サボれるなら何でもいい。まあ、学校に行かなくていいなら何でもいいよ。本当に学校嫌いなんだ。そっちは？いや、ヒエラルキーの頂点にいるレイチェル・アンバーが学校嫌いなわけないか。知ったふうね。レイチェルかわいい。いいことしよっか。え、何？何いいことって。え、いいよ。いいよ。何いいことって。嘘当てゲーム。何それ？え、文字通り嘘当てゲームをするの。それぞれ相手が知らない自分のことを3つ話す、うんうんうん、そのうち2つは本当で1つは嘘か。なるほどね。相手は嘘を見抜くってわけ。任せ。面白そう。やってやるよ。面白そうだ。やろう。何？行くよ。まず私は両利き。ほうほうほう。次、生まれはニューヨーク。ファッションとブロードウェイの街、アルカディアベイの監獄生活が終わったら戻るんだ。ニューヨーク行ったことない。いや、わからんな、こんなん。
旅行しないの？今のところは。どこへでも行けるなら、どこに行く？ロシア、ギリシア、長ない？カトマンズ。長ない？カトマンズ？問題忘れちゃうって。私はね、いつかエベレストに登るんだ。町から出るってだけで感心したのに。富士山なら登ったぞ俺。最後は？最後？真実二つに嘘一つだろ。そっか、私は獅子座。ガオー。何が嘘やねん。オッケー。どうでもええ情報ばっかやんけ。両利き、ニューヨーク生まれ、獅子座。なるほど。さて、分からん。嘘はどれ？こんなん分からんぞ。いや、はい、ニューヨークです。はい。カリフォルニア生まれだろ。やるじゃん。正確にはロングビーチ。やっぱり西海岸が一番。オレゴンを出たことないから比べようがないな。甘えんだよ俺を騙そうなんてよ。それはダメだね。早く出ないと。富士山頂上まで登ったよ。じゃあそっちの番ね。一つ目、ゴリさんの反応が可愛い。ありがとう。何を言おうか。一つ目、嘘から始めるか真実から始めるか、それともズルをするか。腕前を試してやろう。嘘から始めるか真実から始めるか、こういう時は嘘から始めましょう。人を殴って手を骨折した。具体的なやつはね、多分嘘になるのよね。なんとなくさっきのレイチェルとかね。はい、猫アレルギー。獅子座に言うのもなんだけど、私猫アレルギーなんだ。本当に？もちろん。嘘、真実2つやね。はい、真実。科学が好きだ。科学が好きだ。マジでタイソン博士を崇拝してる。誰やそれ。へえ。はい、真実。カトリックミュージックが苦手。はい、カトリックミュージックが苦手。子供の頃はカントリーが好きだった。今は吐きそうになるけど、マジで。へえ。変なの。さあバレる？これすごいぞ。これバレたら、クソ不思議な人ね、クロエプライス。え、クソ不思議なんだそれ。何そんな手ベタベタ触んの。いい、とにかく見破れた気がする。ドキドキするって。カントリーで吐く意味はわからないけど、複雑なんだよ。多分本当かな。ちなみに私はディクシーチックスが好き。バレてる。デイビッドと同じか。最悪だな。デイビッド？クソ野郎。ただのクソ野郎だ。ディクシーチックスが好きだから？ママが付き合ってるクソ野郎かな。嫌ってるんだね。うん、嫌い。なんだかママに彼氏がいるのが変で、パパとママは愛し合ってた。デイビッドみたいなやつと付き合うなんて、ママ本当に辛いんだなって。元軍人のすげー厳しいやつなんだよ。パパの正反対。うわ、あいつめっちゃ厳しいからな。きついね。うん、本当うざいよ。私を問題児みたいに扱うし。全然答え合わせせんや。問題ではあるか。全然答え合わせせん。そんなことない。そんなことない。何？はい。クロエは立派な人間だと思うよ。え？問題はデイビッドでしょ。痛いところをついてやらないと。あいつの弱点といえば4気筒キャブか。まさか。マッスルか？そのうち盗んでやる予定。手伝いが必要なら言って。え、終わり？科学が好きなのに、ね、今のま、科学の成績は悪い。成績悪いと好きじゃダメなのか？学校ではやる気になれないと。
え、ブラックロエルは声だめ。クソみたいなやつがクソみたいなことをする。クソだらけの声だめだ。本当はどう思ってるの？まあいいや。学校は嫌いだけど、うわ、バレてる。本当かな？バレてるがな。猫アレルギー、なんでわかんの？自称の猫アレルギーか。自称？かー、バレてる。なんで？アレルギーの可能性はあるけど、あなたロッカーに古い猫の写真貼ってるでしょ。なんで知ってんの？怖いって。ストーカーかよ。私のロッカー？ストーカーかよ。見ちゃったんだから仕方ないでしょ。あんたは見られるのに慣れてるからいいよな。私と違って。じゃあ慣れなよ。つまりあなたがついた嘘は一つだけってことになる。なんかすごいイチャイチャしてんの。ズルするとでも思った？勝てば官軍って言うからね。このゲーム強すぎだろ。かわいいな。私人間観察が得意だからね。すごいな。すごいと思うよ。クロエを感心させるとはちょっと嬉しいね。父親が検事だと嘘をつかれることに慣れちゃうんだと思う。検事なんか父親。マジ駐車違反食らったら電話するわ。車持ってないけど、車がなきゃそもそも駐車も違反もできないわな。ありがとうクロエ。何が？ゲームしてくれて。あとデイビッドのことも。私も大嫌いになった。デイビッド嫌われていく。どんどんいいね。ヒゲ脳筋なんかクソくらい。そうね。話すの辛かったでしょ。大げさだな。悪いけどクロエ・プライスは決して誰にも心を開かないって町中のみんなに思われてるよ。え？あんたは信用できそう。慣れ合いが嫌いなだけ。でもあんたは信用できそう。本当？信用できる。一緒に列車に乗っただろ。そうね。なんかすごいな。なんやろこの絶妙な雰囲気。音楽でも聞くか。答え合わせしたよ。見破られた。レイチェルと一緒に聞く。まあ、一緒に聞く。ああこれもまたあれや、 YouTube の方著作権引っかかるやつや。え、出る出る。え、降りんのこっから。それいいな。昔からロングビーチ時代からつけてるかな。アルカディアベイ以外にも世界があるって思い出させてくれる。いつかロングビーチに帰るか、ここじゃないどこかに行きたい。今すぐにでも。こんな田舎町から早く出たんやな。出たんやな。突然どうした？突然どうした？ここにとどまる理由なんかないんだよ。ねえクロエ、私が突然いなくなっても驚かないでね。なんならついていくさ。見て、ついたよ。フラグ立ってるって。は？どこだよここ。飛び降りて。え、飛ぶの？そう。え、え、飛び降りる。よし。え、怪我せん？え？怪我せん？危ないよ。